はい、どうも皆さん、こんにちは、かもすけです。ですね、今回ですね、やっていきたいのが、サムセット割り出しですね。で、何のサムセットかっていうと、こいつですね。アルキデスの、サムセット割り出しをしていきたいと思います。でね、これ一応ワイルドでね、まあ、ここね、全強幅ですね。これが37あります。37取れました。ね、これワイルドなんですけど、まあ、そんな多くないですよ。37ミリある、ね、やつが入ってくるってことは、そう多いことではないので、非常にね、まあ、いい答えですね。で、それをワイルドの、まあ、ワイルドなんですけど、メスに追いがけして、サマセット組んだよという感じですね。どれだけね、ちょっと取れるのか。で、これ、組んだ理由はですね、なぜわざわざね、新しく仕入れたかって言ったら、もともとやってるラインね、ずっともう何年もね、流体してるラインなんですけど、それがね、ちょっと幼虫がね、全然取れなくてね、まあ3頭ぐらいしかいなかったんで、全部オスっぽいんですよね。なので、このままだと類代ができないので、これメスですね。まだまだ大丈夫ですね。このまま類代できないんで、じゃあもう、新しいライン作るついでに、まあ、増やそうということで。で、それでちょっとまあ、どうせなら大きめのね、やつを買おうかな、って、買ったのがそれですね。で、どれだけちょっとこれ幼虫取れてるかね、思います。幼虫自体は見えてるんでね、まあ、いるのは確定なんですけど、じゃあそれがどんだけいるのかっていうね。じゃあね、どんだけいるかちょっと見てみましょうか。結構もうすでに幼虫が見えてるので、まあそれなりのね、数がいるんじゃなかろうかと思います。よし、じゃあ行きましょう。1、2、3、4、これメスですね。この幼虫もう卵巣が見えてるんで、5、6、7、8、9、はい、10、ここにもいるんで、はい、11、ちっちゃいね、11、もうすでに11ね、ガサッとひっくり返しただけで、はい、12、全然予定より多いな。間もないぐらいのやつだな。13、ちっちゃい。
待ってよ、ちょっと先にマット周りを先に。13でしょ、はい、ここ14、15、16、本当に孵化して間もないやつ、これね、本当に孵化して何時間くらいじゃない、これちょっと安定はしてるけど、ちょっと待てよ、これちょっとまずいな、細かいやつは埋めとこう、こう怖いな、こんだけ直根が走って、はい、できた、はいね、まあ、直根があっちこっち走ってるんでね、もう正直これあっ向いた、ほら、いるいる、これも小さいね、はいね、小さい、うん、ここにも落ちてる、多分まだいるとは思うんだけどな、はいね、ちょっと数が取れてるな、思った以上に、はい、ここにもいた、ね、ちょっとちょっと予想以上に取れてるな。禁止が足らんな。ちょっとこれ以上やめようかな。たぶん、まだこっち側はどうだろうな。直根があんまり走ってないような気もせんくはないけど。ちょっとね、割り出し、ちょっとここでやめときます。禁止がちょっと用意した、分以上取れてるんで、で、幼虫はちょっとちっちゃいのも結構いるみたいなので、まあ、とりあえずね、ちょっと途中ですけど、ここでちょっと、やめておきたいと思います。いろんな、まあ、ね、リスクがあるんで、ちょっとね、ここら辺で一旦ストップにしときます。ね、途中、まだこの材割れてないんですけど、多分まだいる、何匹かいるだろうという予測でね、ちょっとやめときます。
で、とりあえずざっとね、途中までなんですけど、こんだけ取れてますね。2中以上は取れてるのかな多分。久々ね、平田系で結構爆散しましたね。久々ですね、これだけ産んでるのは。なのでね、まあまあまあ、ちょっと途中ですけど、ちょっとここでやめておきたいと思います。まだ、ここに、ね、といったらやっぱ出てきたね、1匹。こういう風にね、見逃しが出てくるんでやめときたいと思います、ここでね。ちょっとね、あとこれ土に戻しますけど、ね、とりあえず途中まで割ってね、こんだけ取れております。ね、こっから一応自分のこの歩きですって、結構あの、強めの菌糸で鳴らすんです。育てるんですよね。ちょっとちょっとね、まあ歩きですじゃあどうなのっていうぐらいの菌糸で、やるので、まあ、それが2体、類体重ねて少し慣れてきてって感じにしたいので、まあまあまあ、ね。また類体重ねてね、ちょっと、元のラインに近づけれればいいかなと思います。一応ね、自分の、血統のコンセプトって、好転感を食える歩きですなので、まあそっからね、まあその、なんでしょうね。高天下になれる過程ででかくな、でかいのが出てくれればいいかなという感じでね、飼育してますけど、ね、そういうのにね、またこれ繋げていけたらいいかなと思います。それではですね、サンダセット終わりたいと思います。